どうも、達也です。今日はね、その不安にとの向き合い方についてね、少し話していこうかなと思ってます。まあ、結果から言うと、不安っていうのは認めてあげましょう。不安を認めてあげましょう。自分が今不安に思っているんだなとか、どういうふうな不安を思っているんだなっていうところをちゃんと認めてあげるっていうのが大事になります。例えば、不安があっても、いや、怖くない。これは不安じゃない。そんなことないっていうのではなくて、その不安をちゃんと受け入れる。あ、今こういうふうに不安になっているんだなとか、こういうふうなことで今怖がっているんだな。ちょっとパニックになりかけているんだなっていうことを自分でちゃんと認めてあげるっていうのが大事になります。例えばこういうノートとか、まあ、紙とかに使って自分が今何に不安になってるんだろうっていうことをバーッと書き出します。バーッと書き出していって、でじゃあこの不安にはこういうふうな解決策を使ってあげよう、この自分の不安にはこういうふうな解決策を使ってあげよう、こういう解決策も使えるかなみたいな感じに、自分がどういうふうな不安に不安対策できるのか、自分の不安はこれぐらいたくさんあって、こうだけども一個一個に対して、一個の不安に対して一個一個解決策を見出していってあげると、自分の不安っていうのはすごく減ってくるんだよね。でそれはまあイフゼンルールっていうものなんだけど、まあ私に動画の概要欄のところに入れておきますけども、その自分の不安っていうのに解決策を見出してあげて、こうなった時にこういうふうな解決をしてあげよう、こういう風になった時にこういう風な解決を自分の中で決めてあげようとか、そういう風に決めておくとすごく楽になります。でそれが例えば効かなかった時のことを考えて、もう一個解決策を用意しておいてあげるっていうのもすごくおすすめです。一つの問題に対してたくさんの解決策を持っておくとすごく楽になるので試してみてください。で問題っていうのはその人それぞれ違うと思うんですね。いろんな問題がある。夜眠れないとか、すごい不安になるとか、運動不足だとか、将来のことが不安だとか、そういうのってまあ人それぞれなんだけど、それは自分だけ特別にこんな問題があるんだとかいうのではなくて、その問題にもいい悪いとかもなくて、比べることもなくて、ただその問題として見て、その問題を普通に解決しようとやってみてください。いいとか悪いとか、辛いとか、すごく、大変だなとか思うのではなく、自分の問題をただ、先ほどこういうふうにね、書いた、ここで書いたとして、その問題を、ただ、これを感情抜きで、どうやったら解決できるかなっていうふうに考えてください。あんまりその無駄に考えすぎても仕方がないんですよね。そう。不安が不安を呼んだり。するので、で不安を不安と認めてあげないパターンね、そのいやこれは不安じゃないなとか、これはでも大丈夫、これは不安じゃない、自分は大丈夫ってやってるのはいいんだけど、結局その不安に押しつぶされそうになった時にすごくパニックになってしまうとか、どうしよう、不安になったらどうしようっていう部分を潰してあげるっていうのが大事になりますね。その不安になったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう状態も、ちょっとパニックになりかけの状態っていう状態を、で考えるっていうのはなかなか難しいと。その状態でこういうふうな解決策を出してあげよう、こういうふうなことをしてあげようっていうのは今の状態だと考えられるけど、その状態になった時にいざ考えられるかっていうと考えられないんだよね。その頭の中のワーキングメモリーっていうところがあるんだけど、そう、そこが自分のそのパニックの状態を、パニックになりそうだって、わー怖いよっていうイメージがすごいほとんど占めちゃう。そしたらこの辺でしか考えられなくなっちゃうから、そうなる前に、自分が元気な状態の時に、あ、以前こういう風な、不安が爆発したなとか、心配なものが、たくさん頭の中に浮かんだなとかいうのをメモしておいて、それについて一個一個解決策を用意しておいてあげる、あらかじめねしてあげて、自分がその不安対策をしてあげるっていうのが大事になります。そのためにも、冒頭で言った通り、自分の不安を不安として認めてあげる。今こういうふうなことを考えてるんだなとか、今こういうふうな不安、将来の不安を、今考えてて、ちょっとなんか体が、なんだろうな、こわばってるなとか、そういうふうな、ちゃんと細かく全部書いてあげてください。そしたら、細かく書いた分だけ、細かく解決していきます。小さく、その大きな問題に見えるけど、実は小さな問題の塊で大きな問題になっているから、そういうふうな細かく書いておくことで、細かく潰していけるんですよね、問題を。一つの問題に対して一つの問題解決策、一つの問題に対して一つの問題解決策みたいな感じに、どんどん自分の解決策をね、用意してあげてください。そうしたら、問題が起きた時に、パニックにならずに、そのまま自分がこういうふうなことをすると決めてある、この解決策を実行できます。そう。で、これをたくさん持っておくと、よりよりいろんな問題が出た時に自分が安心できて、いろんなことにチャレンジできると思うのでね、ぜひぜひやってみてください。また冒頭に戻ると、問題を問題として、不安を不安として認めてあげて、それを
いいとか悪いとか、そういうような感情抜きにして、紙に書いて解決してあげましょう。それをたくさん書いて、一個一個に解決策を見出して、問題解決してあげましょう。地方ですね。まあ、今日はね、またちょっと短い動画にはなってるんですけども、こんな感じに、その自分の、問題とか不安とか何でもそうなんだけど、それをクリアするように考える。クリアするっていうのはその、まあ、ゲームにする。ゲーム感覚だよね。どういう風にしてクリアするのか。まあ、ただ最初にこういうことをゲーム感覚でクリアしようっていう風に頭の中に入れておくと、じゃあゲームってクリアするものだから、じゃあどういう風にこれを解決しようかっていう風な思考にいきなり切り替えられるんだよね。こんな感じに自分がどういう風なことをクリアしようか。この問題をどうやれば解決できるのか。どうやれば解決できるのかっていうこのマインドがすごく大事になります。そう、これ問題は怖い、この問題怖いとかではなく、その怖いとかいう感情を一旦置いておいて、この問題はどうすれば解決できるのか、そしたらこの問題も解決できるのか、そして一つその問題が解決できたら、あ、問題って解決できるんだっていうところが分かって、あ、じゃあこれも解決できるんじゃない、これも解決できるんじゃない、もしかしたらこれもできるんじゃない、今後どんな風な問題が出てくるかわからないけど、今回みたいにどん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 自分がこういう風な問題が出た時に、毎回こういう風に紙に書いてちょっとずつ解決していけば案外大丈夫なんじゃないっていう風に思えるようになってくる。そしたら自分がその問題に対して、不安に対してすごく免疫ができるというよりは解決策を見出せるっていう風になってくるので、問題がすごく大きくなる前に小さく分解してクリアできていきます。これがゲーム感覚で取り入れていくっていう、その自分の頭の中をゲーム感覚にしていく、そのまあ人生ゲームみたいなもので、ね、人間のを一個一個クリアしていくってことができるので、ぜひやってみてくださいね。もう一度言いますよ。不安っていうもの、不安をこれは不安じゃないんだっていうんではなくて、その不安を不安として認めてあげて、いいとか悪いとか評価せずに、ただ問題に解決策をたくさん用意してあげる。そう、そしたら問題が起きた時に不安にならずにどんどん前に進んでいけるので、やってみてください。そしてこれら全部をゲーム感覚でやるっていうのがすごく大事になります。では、まあこんな感じで今日は使ってみてね。使わないと意味ないからね、絶対に使ってみてね。そう、使わないと何も変わらないからね、頭の中にあるだけだから。じゃあね。